2022明治安田生命 J1 リーグ第3節です。京都サンガ FC 対ジュビロ磐田の一戦、サンガスタジアムバイ京セラからお伝えしていきます。それではホームの京都サンガ FC のスタートと予想フォーメーションです。こちら 4-3-3 と予想しました。それではジュビロ磐田のスタートと予想フォーメーションです。こちら 3-4-2-1 と予想しました。この位置1台松本雅也キープして、この位置に杉本健雄、松本雅也、中央鈴木優斗、少し時間かかった、上福本止めた、上福本のセーブが出ました。いやナイスセーブですね、上福本選手。松田天馬、さあ荻原、荻原左足、三浦防いだ。いやー三浦選手、さあ大森一人剥がして縦大津、さあジュビロの選手たちが上がっていく。松本雅也、中央では杉本健雄が待っている。思い切って打ったー、アークの見事、先制したのはジュビロ磐田、大津幸右アシステン。これはすごいシュートですね。まあ、ここでまず大津選手が起点を作って、でここでもしっかりとサポートいって、自分のこれ得意な形ですよね、シュートの。まあ、自分のとはいえ、まあ距離もあったんで。森岡から伊藤真希と一気に前線、上福本が出る。ここは上福本が体で止める形となりました。ここはイエローカードが出されています。そしてその後このプレーですね、はい、ここはオンフィールドレビューをするという判断をいたしました。ポケットに手を入れました。ここはイエローカードを取り消してレッドカード、なんと上福本退場。大津から松本雅也だ。さあ宇高入れ替わった。さあ宇高の個人技、さあ宇高が突破を走る、突破を剥がる、宇高シュート。ここは一人で持ち込みました。宇高一人で最後まで完結させましたからね、はい、さあベテランの大森、そして遠藤です。経験のある選手たちがチームを引っ張ります。そして大津入れ替わった、クロスが入る、杉本健雄だ。最後は鈴木選手、鈴木優斗か。ジュビロが押し込んでいきました。2点リードを2点に広げています。伊藤監督この表情、まあここね遠藤選手からの、はい、この裏のパスなんですが、さあこの位置に遠藤です。さあ高橋でボールを奪った京都、シンプルに宇高へ、宇高シュートだー。個人技の高さを見せつけました、ピーター宇高。さあ京都1点差、エースの宇高が決めました。これね、
もう本当ワンチャンスだったんですけど、裏へ宇高選手抜け出して、まあ、うまくディフェンスをかわして、さあ大森がメンデスの対応、糸巻と山本康介から遠藤、そして大森この位置ワイドに開いています。糸巻とクロスが入る、鈴木優斗だ、こぼれたところ鈴木優斗、鈴木優斗の連続ゴール、失点の後すぐ取り返しましたジュビロ磐田。まあ、ここね大森選手がしっかり起点になってこれダイレクトを上げたの大きかったですね。で杉本選手の後に鈴木選手がしっかりとねこぼれ球に詰めてっていうところで、ジャミン落として山田、さあスルーパスが出る、ジャミン切り返した、左足巻いてくるシュートだ、ジャミン亮決定的なジュビロ4点目。ジュビロがリードを広げます。これね、まあ、絶妙なタイミングで山田選手もスルーパスを出して、ジャーメイン選手ね左足得意なんで、ここで試合終了の長い笛です。4対1、大差がつきました。アウェーのジュビロ磐田今シーズン初勝利です。そして伊藤明新監督にとってもジュビロ磐田での初勝利ということになります。